26日開幕前最後のプレシーズゲームが終了しました。若林クリス監督です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。昨日の悔しいゲームがあっての今日のゲームでした。今日の内容を振り返っていただけますか。はい、スタートは昨日よりはいいスタートが切ることができたと思いますし、選手たちもこう走ってこうプレッシャーをかけることができたと思いますの で、先制点も欲しかったので、そこも1ピリでしっかりで取れたのは、非常に良かったと思いますけども、ちょっと反則が多くて、キルプレーが多いゲームの中で、そういう意味では選手たちはしっかり守り切って、旗も、安定してましたし、そこは選手を評価、したいと思います。得点は1得点のみになってしまいましたが、そのあたりについてはいかがですか。そうですね、なかなかこうリズムが作りにくく、こう反則が多く、多かったので、そういうところもあるんですけども、でもチャンスは結構あったので、やはりそこはしっかり、決めないといけないですし、で、パワープレーも少しセットのコンビネーションも変えたんですけども、今日が本番最後のこういろんな試すチャンスでしたので、ペアもちょっと変えたり、いろいろこう試しながら、開幕に向けて何がベストなのかを、判断していきたいと思います。開幕も次の土曜日というわけですが、残り日数少ない中でどんな準備をして開幕を迎えようと思っていらっしゃいますか。そうですね、その根本的なチームの戦い方のこう統一と、あと、そのスペシャルプレーの、連携が、一番大きいと思います。この2日間もレギュラーシーズン並みのたくさんの声援がありましたが、いかがでしたか。いや、本当にもうファンの方々には感謝してますし、このブリーベースの10周年ということで、ファンと共にこう、もっと盛り上げていきたいと思いますので、本当にそのサポートがあって心強いので、我々ももっともっとこう自信持って、氷の上だけではなく、氷以外のところでも、もっと地域のため、アイスホッケーのために活動をしていきたいと思います。田中キャプテンです。プレシーズン開幕前最後のプレシーズン待ち、勝利で勝たれました。まず今日の試合振り返っていかがでしたか。まず勝てたことは良かったと思いますし、今畑が頑張ってくれて完封できたっていうことは良かったですし、PK があれだけ多かった中でみんなよくこの PK に関してはよく守れたんじゃないかと思うので、その点に関しては合格点だと思うんですけども、ただやっぱり得点がやっぱり取れなかったですし、ペナルティも多くなってしまったゲームですし、出来としてはもっと精度上げていかないといけないかなっていう感性はあります。すぐ次の土曜日が開幕なわけですけれども、残り限られた日数でどんなことに取り組もうと思いますか。まずはここまで夏厳しい練習トレーニングしてきたんで、ここはやっぱりもうゲームウィークということでしっかりコンディションを整えることが一番重要になると思いますし、今までやってきたその戦術であったり、夏は取り組んできたオフェンス面の部分であったりっていうものも、しっかり精度を上げて、で、このプレシーズンゲーム、今年は結構多めにプレーしたんですけども、そこで出た課題とかっていうものをまたしっかり、コーチ陣含めてしっかり修正して、で、その開幕に向けてしっかり、そういう部分をしっかり詰めて、みんながちゃんと理解して取り組めるように、そういう部分をやっていきたいと思います。課題やはりオフェンス面、パワープレーですかね。そうですね、パワープレーも、今日もあまりうまくいかなかったですし、そのオフェンスゾーンでパック持ってるところからゴールに向かうプレーっていうのをもっと増やさなきゃいけないと思うので、ちょっとまだまだシュート足りないかなと思うので、そういった部分を、あと1週間しかないんですけども、しっかりコミュニケーションを取って大事に一日一日開幕まで過ごしていきたいと思います。フェイスオフの、やり直しがよりこう厳しくなりまして、センタープレイヤーとしてだいぶこう気を使われているかと思いますが、どうでしょうか。
まあ、あのレフェリー陣ともコミュニケーションを取りながら、やってますし、まあ、本当にルールが IIHF のルールが変わってきてるんで、まあ、本当フェースオフだけに限らず、まあ、いろんなルール変わってきてる部分もあるんで、まあ、そこをしっかり、まあ、守らないと、まあ、ペナルティも取られますし、日光では結構今回はなかったですけど、日光の時は本当にそれで結構ペナルティ取れてしまったんで、まあ、それはピンチになると思うんで、まあ、僕としても、まあ、この2試合である程度感覚的にはつかめたかなと思うんで、はい、黙って動かないようにしてプレーしなきゃいけないかなと思います。改めて10年目のシーズンに向かいます、はい。ファンもこの土日たくさん来てくださいました、はい。改めて10年目のシーズンへ思いを教えてください。はいはい、本当に節目になるシーズンだと思いますし、そこでしっかり結果を出したいなと、後からまた20年目30年目になった時に10年目でいい結果出したなって振り返れるそういったシーズンにしたいと思いますし、そういった思いを常に持ち続けながら、シーズン進めていきたいと思うので、本当この土日もファンの人が、いっぱい来てくれて開幕も楽しみだなと思いますし、素晴らしい雰囲気の中でプレーさせていただいたので、もっともっと精度上げて、もっといいプレー見せて、見せられるように頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい。55番ゴールキーパー畑道和選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした、開幕前最後のプレーシーズンマッチ60分マスクかぶりました。今日のプレー内容を振り返っていただけますか。バックスのうちも、まあ、バックスは昨日の試合かなで怪我して主力の選手何人か出てなかったですけど、まあ、うちはようやく形になってきて、まあ、いい精度でできた面もあって、まあ、ただペナルティでかなり崩れる場面があったんですけど、まあ、そこもなんとかチームで乗り越えれたのは、まあ、開幕戦にとって結構弾みになると思ってます。ご自身の仕上がり状況開幕1週前の時点でいかがですか。ちょっと分かんないですけど、まだ60分出た試合が1試合しかないので1個しかなかったので分かんないですけど、まあまあ、徐々にっていうか、まあ、開幕してからも徐々にいろんなことを試しながら、まあ、反省を生かしながらやっていければなというふうに思ってます。何か課題は今のところありますか。そうですね、やっぱりオバックスとか王子とかはかなりスキル系の選手高いので、まあ、そういう選手たちに、まあ、他のチームよりもワンテンポ速いシュートっていうか、まあ、気をつけてやっていきたいなって思ってますし、まあ、あとは海外のチーム全く見てないんですけど、まあ、そこもかなり気をつけなきゃいけないなというふうに思ってます。昨シーズンは手応えもつかみ、そしてまあ悔しさも残ったシーズンだったかと思いますが、ぜひ4年ぶりの王座奪還に向けての意気込みを教えてください。はい、まあ何年だろう、アジアリーグ優勝してから結構時間が経ってしまっているので、まあ、八戸と郡山の皆さんのためにも、まあ、優勝してまた八戸でファイナルできるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。最後に今日のゴール決めました21番山本和樹選手です。お疲れ様でした。すごいです。はい、開幕前最後のプレシーズンゲームでした。今日の試合内容を振り返っていただけますか。そうですね、やっぱりチャンスが多かっただけに、まあ、僕も、まあ、何本か外しましたけど、まあ、決定力が課題に残った、プレシーズンだったかなと思いますし、うん、まあ、この相手のメンバーで、まあ、もっと点を入れて勝たなきゃいけなかったな試合だったなと思います。第1ピリオドのご自身のゴール、ちょっとこうゴールから離れたところでのゴールでしたが、あの場面振り返ってもらえますか。そうですね、ちょうど2人ぐらいがブラインドになってて、まあ、シュートを打ったら入ったんで、まあ、それは良かったんですけど、はい、その苦笑いはきっと2ピリ終了直前のプレコアの場面でしたかね。やっぱりああいう場面、まあ、僕はフォワードなんで決めなきゃ、まあ、チャンスを多くもらってたんで、まあ、そこはちょっと課題として残りました。はい、どうでしょう、ご自身のコンディション、仕上がり状況いかがですか。そうですね、この2試合かなり自分のコンディションも良かったですし、まあ、僕は走ってなんぼなんで、まあ、よく走りましたし、まあ、自分のプレーはアピールできたかなと思います。はい、今季 A マークつけますが、はい、まあ、チームとしても副キャプテンとなります、そちらについてはどんな思いでいらっしゃいますか。まあ、アシスタントキャプテンになったからには、まあ、ゴーさんのサポートしながら、まあ、チームの先頭に立ってやっていければいいかなって思ってるので、まあ、特別意識することはなく、まあ、チームの
先頭に立ってやっていければいいかなと思います。はい、特に重くは感じないですか、A マークは。あー、もうそういうのは全然ないですけど、はい、まあ、はい、まとめていければいいかなと思います。はい、フリーブレイズ1年目でルーキーとして入団して唯一10シーズン目を迎えます。今シーズンへの思いを教えてください。はい、まあ、今シーズン、まあ、チームは創立10周年ということで、まあ、記念すべき年ですし、まあ、その年で、まあ、いい結果を求めたいし、まあ、全日本選手権去年優勝して、まあ、そこを連覇したいし、まあ、あとはまだリーグ優勝がないので、まあ、リーグ優勝が一番難しいことだと思いますけど、まあ、リーグ優勝をまず、目標にしてやっていきたいと思います。そのために開幕までの残り数日どんなことに取り組んで開幕を迎えますか。まあ、そうですね、あとはスペシャルプレーと、まあ、その得点に行くと、まあ、レギュラーリーグはやっぱり波がないチームが優勝すると思うので、あそこは特別に意識して、まあ、一試合一試合いい試合ができるように思います。土日もたくさんのファンの方が足を運んでくださいました。はい、ブルーネーションというスローガンのもと、八戸を青く染める今シーズンになります。はい、ぜひあのファンの皆さんにミスターからメッセージお願いします。はい、まあ、ファンの皆さんも、まあ、この10周年ということで期待も大きいと思いますし、まあ、去年以上の成績、まあ、あとは本当にリーグ優勝を、目指していきますので、まあ、ファンの方の応援を背に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。